自主版クラブさんで、2月14日発売、ライブ DVD、バージンスノーカラーお買い上げありがとうございます。ありがとうございます。Ayabieです。Ayabieです。はい、Ayabie今のファンクラブイベントでですね、大阪来てるんですけども、ですね、今からイカの食べないんですか。食べる。ちょっとね、あのファンの方からいただいたやつに 興味深いものがありますので、イカチョコそしてはい、イカチョコホワイトもあるのですが、はい、イカチョコね、食べたら顔を見たりとかね、見たものはそうですね、ちょっと、はい、殺されるイカチョコ食べるんですか。食べるんですか。食べてみてください、はい、ね、サンキーカルチョコ、やっぱりリアクションでかい、ケイトさんでか、うん、ほんとだこれさ、はい、はい、どうぞ。漢方とかじゃないよね、これイカチョコで、これいいんですよ、これいいの、はい、ただ、はい、はい、どうする、浮くの、これ浮いちゃったりするんですか。浮くよね。どう、スタンドがある、ね、おいしい。どう、何点ぐらい、重さに落ちないような点数。いや、これそうだよ。あ、まずい、これだいい感じ。ダメ、うん、ちょっと、あの、やばいですよ、これ。コーラ、あの、コーラって言うなんかあれですよね、本当に、いいかと一緒に食べた無理、ありがとうございました。ここのね、バージンスノーカラーという DVD が、誰だこれ作ったやつ、ね、2月14日に発売したらしい。まずくないですか。ちょっと食べますか。あー、なんでなんでなんで、危ない危ない、なんか副菜が出てる。ひめとくん、お食べ。まあね、あれですよ、1月7日のね、厚生年金会館のね、そのまんま、いやいやいや、すいません、あのコメント、ホワイトある、ホワイトがいい。1月7日のですね、あの新宿厚生年金会館の業界初だわ、そりゃ。でもイカチョコって聞いたことあるよね、はい、初めて聞いた。イカチョコ、そうですね、もういいや。あげさん、はい、どうですか。すごいしい、はい、どんな感じです、今日。今日じゃねえですか、あのライブ DVD は、これすごいね、はい、そうですね、はい、あの映像綺麗ですね、そうですね、はい、色分のあとカメラワークも、はい、ミュージックステーションスーパーライブ見せるのが、あー、こうやって、そうですね、なるほど、ゲスト見せるのがすごいね、ガンガンどんどん、ケンドさん、いや、本当に綺麗だと思います。ケンドさんあれですね、ドラムソロもありますね、あったね、はい、あれあんまり見ないっていう、見ればいい、見るとですね、はい、コマ送りにすると面白いですね。ケイトさんのためにあれした方がいいですよ、最後のところに撮ってて、最後のところ、お前らってやってるんだけどね、こっちの人も一緒になんかついてきてるから、あー、やばいですね、はい、梅さん、すごい緊張してる姿を映ってます。今見ると恥ずかしいけど、でも嬉しいな。ケイトさん、はい、近鉄のちょっとした見どころなんですけど、照明がピンで当たってないところでこっそり走ったりしてて、ブラウニーの始まりが定位置に着くまで画面の隅っこを頑張って走ってる近鉄がたまに映るんですよ、はい、ちょっとそういうところを見てみてください。はい、あの青谷ですね、竹下さんのギターソロの時の表情の豊かさ、素晴らしいですね、美味しい、いいところ持ってってるんでね、ちょっと注目して見てもらいたいと思います。そんなAyabieはですね、3月7日にもまた、ミニアルバムエキュメニカルを発売します。何それ、2回言ってエキュメニカルを発売しますがね、そちらの方もぜひ聞いていただけたらと思います。それをもってですね、3月の14日から始まります、エキュメニカルイメージ映画マッツは今回全国7カ所ありますんで、はい、自主版クラブでお買い上げの方、割と都内の方が多いかもしれませんが、高田の番はエリア、そしてあのシシレモホールになりますので、ぜひ遊びに来てください。でね、エリアの方では、ゆめ作曲のクラブにこちらの方になりまして、ファイナルは、エキュメニカルイメージというものが、配られるであろうと思いますので、よろしくお願いします。
今年はですね、あやびあやびはね、いろんな活動していきたいと思うんですが、はい、池さん、今年はどんな、今年こそはメンバー全員でアイススケートに行きたいなと思ってます。2月の7日しか、ちょっと2月は休みがないので、はい、7日行けたら、はい、なので、はい、その直後に疲れたメンバーが捻挫してたり、はい、してたりとかしたら、はい、あ、アイススケートで転んだんだと思ってください。なるほど、ゆめさん、うん、そうですね、イメヒトはですね、ツアー前半は甘いものばっかり食べて、ツアー後半は辛いものばっかり食べると思います。よろしくお願いします。ケンタさん、で、ツアーの話は、いや、今年今年の抱負、はい、あ、マジで今年大丈夫ですよ、どっちで何しよう、何したらいいか分かんないです。今年は、はい、何しよう、あ、ジンジャーエール卒業してですね、はい、ちょっとジンジャーエールピッチャーで、ゲートさんとかとお酒飲むんですけど、はい、今年はちょっとミルクで、ミルクピッチャーで、ミルクピッチャーで、はい、面白いです。何飲むんですか、カルーアじゃない、いや、ミルクだけ飲むってことピッチャーでそのまま牧場みたいです。それいいよ、はい、じゃ最後牧場みたいな、最後竹下さんに締めていただいて終わります。竹下さん、はい、今年1年何しましょう。多分今年1年は締め顔ですね。ミルクとピッチャー、はい、ミルクとピッチャー、なんでバラバラなの、バラバラ、ね、はい、そんな感じです。あやべ、今年も頑張っていきますんでよろしくお願いします。あやべも頑張ります、お願いします。だけどあやべでした、またね。